おはよう、霊夢。おはよう、マリサ。元気いっぱいじゃない。この事件に関しては、後日談が気になってしまってな。何だったかしら？ほら、ジョン・クリステとエヴァンス事件の冤罪だよ。何だったかしら？ウェスト夫妻の解説、2週目しようかしら？それは勘弁しろ。あれは二度と聞きたくないんだ。あははは、冗談よ。マリサが可愛くって、つい意地悪したくなっちゃったわ。なんか不気味だぞ。こんな、可愛いマリサの顔が、歪む様が早く見たいわ。残念だけど、今回はそうでもないかもしれないけど、次回はきっと歪ませてみせるわ。私としては、霊夢の歪み方に、心底恐怖しているぜ。さて、前回の続きいこうかしらね。はよはよ。はいはい、ジョン・クリステ後編解説、始まるよ。ゆっくりしていってね。あれ？どうした？やっぱりなんか、ムカついてきたわ。え？あんたがいつから、求められるほど偉くなったのよ。正座してなさい。理不尽すぎるぜ。この世界がいつから、公平だと勘違いしていたの？うわーん。満足。それじゃ始まるよ。ゆっくりしていってね。ウィンクしてる余裕あるの？ないです。この動画には、過激な表現や画像が含まれます。苦手な方のご視聴は、おやめください。エヴァンスが冤罪により、公死刑に処され本当の犯人であるジョンは、そのまま元の生活を、送ることとなるんだ。本当に気分悪いよな。そうよね。エヴァンスの裁判によって、ジョンの過去の犯罪歴が明るみに出ると、1950年4月4日にジョンは仕事をクビになっているよ。彼はクビになった際に深いうつ状態になり、体重を28キロも落としていたそうだよ。裁判の虚偽の証言でそうなるべきだろ。まさか処刑になるとはってさ。このことで病院にかかるようになり、彼は自分の主治医の診察を受け続け、数ヶ月間で33回も通院していることが、記録からわかっているんだ。そういえば新規症だったな。それでも彼はすぐ、1950年6月12日に、事務員として別の仕事を見つけたんだ。同じ頃、リリントンプレイス10番地の空き部屋に、新しい借り主がやってきたんだ。この入居者は、主に西インド諸島からの移民であり、ジョンとエセルは、その住居者に対して人種差別的な態度をとり、彼らとの同居を嫌がっていたんだ。ジョンは、オーナーと交渉を重ね、庭をジョンの土地として、独占的に使用し続けることを許可されるんだ。表向きは隣人との間に、スペースを確保するためということだったんだけど、そこに埋められた人骨が発掘されるのを、防ぐためだと考えられているんだ。確かにそれが大きいだろうな。また、この頃からエセルとジョンは、たびたび喧嘩をするようになるんだ。なんで喧嘩しているんだ？ジョンは、エセルが昔のように親戚の元を、たびたび訪れることを期待していたのだけど、エセルは常に家にいて、さらにはジョンが性的不能であることを、馬鹿にしているんだ。ああ、ずっと家にいるから、売春婦を呼んだり好きにできないってことか。てか、性的不能を馬鹿にするって大丈夫なのか？ジョンは、女性を連れ込むことができずに、さらには馬鹿にされるようになったことで、フラストレーションがどんどんと溜まっていったんだ。不穏なんだが。1952年12月6日、ジョンは突然仕事を辞めてしまったんだ。今度は何があったんだ？ジョンは上司や、近所の人々に理由を尋ねられると、シェフィールドで、もっと将来性のある仕事を見つけた、新年早々、ロンドンを離れて妻と引っ越すつもりだ、と話していることがわかっているんだ。そんな予定結局あるのか？1952年12月14日の朝、ジョンはベッドで妻エセルを考察したんだ。ジョンは、仕事を辞めることを決めた段階で、妻の殺害を企てていたんだね。エセルがいなくなっても、不審に思われないように、伏せ木を置いていたのか。それでも知らされておらず、エセルを訪ねる人に対しては、妻はすでに引っ越しており、自分もすぐに後を追うと説明していたんだ。多くの人は、一言も言わずに行ってしまったことに、非常に驚いていたそうなんだ。普通であれば、仲のいい友人などには直接言うもんな。エセルが生きているのを、最後に目撃されたのは、殺害される2日前だったよ。ジョンがエセルを殺害した翌日には、彼は妻が10日に書いた手紙を見つけると、日付を15日に変更し、手紙を妹に送っているんだ。これもおそらく偽装工作だよな。12月16日、エセルの結婚指輪を、宝石店に持って行き売っているよ。その1週間後には、時計も売りさばいているんだ。仕事も辞めていたし、お金に困っていたんだな。ジョンは1月初旬まで、エセルを装いエセルの妹に、手紙を書き続けているんだ。その最後の手紙には、リウマチで手紙を書くことができなくなると、綴られていたんだ。また、ジョンが1952年12月6日に仕事を辞めてから、失業の申請をしていて、1953年1月23日から3月20日まで、毎週、3ポンド12セントの失業手当を受け取っていたことがわかっているんだ。そういう制度は利用していたのか。1953年1月26日、ジョンは妻のサインを偽造し、妻の銀行口座から全ての現金を引き出しているよ。1月8日にはジョンは、家のほとんどの株を売却しているんだ。株まで売るの？それ本当に引っ越す気なのでは？家に残ったのは、椅子三脚とキッチンテーブル、マットレスだけだったよ。最低限だな。その頃彼は、家と庭に強力な消毒剤を撒いている姿を、目撃されているんだ。
エセルの遺体が匂い始めたのか。逮捕後にジョンは、エセル殺害時の様子をこう語っているよ。気がついたらベッドでのたうち回る彼女に起こされたのだ。彼女の顔は青く、窒息していた。助けを呼ぶには遅すぎたようで、彼女の呼吸を回復させようとしたが失敗した。苦しむ彼女がかわいそうで、ストッキングを手にして首を絞めた。そして、睡眠薬の錠剤が入っていた瓶を見つけた。それは不眠症の薬で、彼女が自殺するためにそれを飲んだのだと気づいた。彼女は新しい入居者が、自分を迫害していると言い、深く落ち込んでいた。私は2、3日彼女をベッドに置いたままにしていたが、部屋に緩んだ板があり、その下の地面がくぼんでいたことを思い出し、彼女を毛布でくるんでそこに置き、自分のそばに置いておいた。それが彼女を安らかに眠らせる最善の方法だと思ったのだ。え？これって本当なのか？嘘だよ。これから先の聞き取りにおいて、彼は、事件当時の状況を証言するんだけど、これらは全て嘘であるとされているんだ。だよな。1953年1月19日から3月6日にかけて、ジョンはリリントンプレイス10番地に招き入れた、3人の女性、リタ・ネルソン、キャスリーン・マロニー、ヘクトリーナ・マクレナンを殺害したんだ。どの女性の死も、自分のせいではないとジョンは主張しているんだ。少しでも罪を軽くしようとしたんだな。彼は彼女たちが加害者であり、自分はいわば被害者であると断言しているんだ。気分が悪くなる言い方だな。25歳のリタ・ネルソンは、ベルファスト出身で、ラドブローク・グローブにいる姉を、訪ねていたんだ。ジョンと出会った時、彼女は妊娠6ヶ月だったんだ。妊娠。彼女は1953年1月19日に、命を奪われたんだ。失踪届を出したのは、彼女のアパートの親だったよ。こういう事件を見ていると、失踪届が出されることって大事だな。もしも失踪届が出てなかったら、いなくなっていたことにも気づかれなかっただろうし、身元の特定も時間がかかっていただろうしな。彼女が家賃も払わずに、帰らないことを不審に思ったためだったよ。ジョンの証言によると、ネルソンは、金を渡さなければ大声を上げて、暴行で訴えると脅してきたそうなんだ。ジョンが無視して立ち去ると、彼女は後を追ってきて家に押し入ってきたんだ。彼女はフライパンを手に取り、ジョンを殴ろうとしたところ、二人は揉み合いになり、彼女はたまたま、ロープがかかっていた椅子に倒れ込んだそうなんだ。ジョンも気を失い目を覚ますと、彼女は椅子のロープが、首に巻きついたまま気を失っていたようで、すでに息絶えていたんだ。ジョンは彼女をその場に残し、お茶を飲んでベッドに入ったそうなんだ。ジョンはこの人物を、キャスリーン・マロニーだと言っていたんだけど、最初に殺したのはリタ・ネルソンであり、名前を間違えていたことがわかっているんだ。なんで間違っているとわかったんだ？順番に、ジョンが言うところの戸棚に、遺体を押し込んでいたからだよ。おのずと古いのが奥、新しいのが手前になるから。わざわざ順番を変えるなんて、考えにくいもんな。朝になって彼女がまだそこにいるのを見つけると、彼は彼女を布で包んでおむつをさせ、戸棚に押し込んだそうだよ。もしも、本当にジョンの言った通りでも、遺体を放置したままお茶を飲んだり、雨粒さえ隠すとか、常人では無理なんだよな。一方、ジャーナリストのケネディは、彼がパブで彼女に会い、彼女の悩みを知り、堕胎を申し出た可能性が高いと見ているんだ。やっぱり妊婦だもんな。1952年、12月にジョンは、26歳のキャスリーン・マロニーと出会っていたんだ。彼女は、ラドブローク・グローブ地区の売春婦だったよ。エセルがいなくなったから、売春婦あさりしていたのか。ジョンとマロニーは出会ってから、たびたび会い、親交を深めていったんだ。1956年、2月の夜、いつものようにカフェでジョンはマロニーを拾い、一緒にジョンの家に帰るんだ。それっきり姿を見た人はいなかったよ。ジョンの証言によると、彼女が金を出さなければ、暴力を振るうと脅してきたと主張したんだ。それは無理があるだろう。ジョンは犯行時のことをよく覚えておらず、次に彼が覚えているのは、彼女が床に倒れていたことと、すぐに戸棚に入れたことだけだと言うんだ。つまり、手にかけた覚えはないと言うんだ。心神喪失を主張するためか？っていうか戸棚ってどんなところなんだ？彼の家のキッチンには、小さい空間があったんだ。そこに遺体を隠していたんだ。実際はどういう状況だったんだ？実際には、二人目のガスを吸わされた、イーディと同じようにガスを吸引し、意識がなくなったところで首を絞められ、殺害されたと考えられているよ。生前か死後かはわからないけど、彼女と性交しおむつを履かせて、その後、彼はベッドに入り寝ているんだ。翌朝、彼は遺体を椅子に座らせたまま、お茶を入れたんだ。そのまま放置したのかよ。遺体は毛布でくるみ、枕カバーをかぶせて、ジョンの言う戸棚に置いたんだ。ジョンは恋人の、アレックス・ベイカーとロンドンに住んでいた、26歳のヘクトリーナ・マクレナンとカフェで初めて会ったんだ。ベイカーとマクレナンは、住む場所に困っていたためジョンは、二人を自宅に宿泊させるんだ。何もない家に？彼らは数日間、家具もほとんどないアパートに、一緒に滞在したことがわかっているよ。ジョンはマクレナンとベイカーが、職を探している間中滞在させているよ。親切すぎるな。人間関係の距離感が近すぎる人って、やばい人が多い気がするんだよな。会って間もない人を家に招いたり、お金を貸そうとしてきたり、変に慣れ慣れしかったりとか、もしそんな人がいたなら、ちょっと警戒してくれ。コミュニケーションできない人は、人間関係の距離がわからないって、人生相談の人も言っていたぜ。彼の当初の事業では、ジョンは二人に出ていくように言ったそうなんだ。そしてしばらくし、彼女一人が戻ってきて、揉み合いになったそうなんだ。
そうしているうちに、彼女の服の一部が破れ、首に巻きつき、少しすると彼女はぐったりして、床に突っ伏していたそうだよ。彼女を台所に引っ張り、椅子に座らせたんだ。なかなか目覚めない彼女に、ジョンは死んでいるのではと考え、戸棚に隠したそうだよ。嘘くさいな、元警官が生死確認の仕方を知らないわけないしな。後に彼はまた、こう証言しているんだ。マクレナンとベイカーが、労働取引所にいる間に、ジョンが現れ、一人で家に来るようマクレナンを誘ったそうなんだ。私は彼女に飲み物を注いだが、彼女は立ち去ろうとした。私は廊下で彼女を止めた。私は彼女の首を掴み、ぐったりさせるのに十分な圧力をかけた。彼女を台所に連れて行き、ガスを使う必要があると判断した。私は彼女と愛し合い、そして彼女を椅子に戻した。彼女を殺したんだ。真実はこういうことだったのか。なんで本当の話をしたんだ？彼が本当の自白をしたのは、公死刑になる前夜のことだよ。ああ、死ぬ前に本当のことを話してくれたんだな。ジョンは、彼女を戸棚に押し込んだ際に、マロニーの足の周りの毛布に、彼女のブラジャーを引っ掛けることで、彼女を直立させているんだ。その後、彼はマクレナンを探してリリントンプレイスに来たベイカーに、彼女を見ていないと主張し、自らも探す素振りを見せているんだ。ベイカーからしたら、本当にいい人だったんだろうな。ジョンは数日間、マクレナンを探すふりを続け、ベイカーと定期的に会い、マクレナンの居場所が分かったかをお互い話し合っていたんだ。内心ほくそ笑んでいたんだろうな。この3人の犯行は、2人目の被害者であるエイディに用いた、ガスを吸わせる手法を改良したもので行っているんだ。3人は、ガスにより気を失っている間に、ジョンによってロープで絞殺されていたことが、分かっているんだ。エイディと同様、ジョンは被害者が意識を失っている間に、繰り返し犯していたとされているんだ。ただ、一部ではジョンはネクロフィリアであり、痴漢をしていたと考えている人も、大勢いるんだ。今となっては、本当のところは誰にもわからないな。事実がどうあれ、彼が遺体を身近に置いていたことは確かだよ。ちなみに、ジョンが警察に捕まった時には、生前も死後も、被害者の誰とも性的関係を持たなかった、と主張しているよ。実際はそんなわけないよな、なんでそんなにすぐバレる嘘をつくかね。ジョンは、1953年3月20日に、自らが住んでいる、リリントンプレイス10番地を、転退するんだ。全体っていいのか？その部屋を借りたのは、ベレスフォード・ブラウンとその彼女。もちろんこれは契約違反だよ。だよな。これって高飛びしようとしているんじゃないのか？二人はジョンに、3ヶ月分の家賃を先払いし、ジョンはその金を受け取り、二人が持っていたバッグをもらい受け、最低限のものを入れて家を出ているんだ。国外逃亡とか、雲隠れされたらまずいぞ。ブラウンはまず、この部屋に入るとただならぬ匂いが充満していて、掃除を始めるんだ。何度掃除しても匂いはなくならず、どうしたものかと頭を悩ませ、4日後の3月24日。ブラウンは、無線ラジオを置くための金具を、壁にはめ込もうとしていたところ、台所に、ちょうどいい隙間を見つけるんだ。そこってまさか。ノックをしてみると、その奥は空洞であることがわかるんだ。ブラウンは、壁の中に食器棚があるのかと考え、壁紙を剥がすとドアがあったんだ。壁紙で隠していたのか。開けると中は薄暗く、匂いはさらに酷ひどく、吐き気を催すほどだったそうなんだ。目を凝らしてみると、思わずブラウンはドアを閉めてしまったんだ。遺体が見えてしまったのか。自分が見たものに確信が持てないまま、後ずさりしたんだ。そこには、裸の女性の背中が、見えたように思えたんだ。ブラウンはすぐに警察に通報したんだ。こうして犯行が発覚したんだな。ピーター・ベバリッジ警視正が対応し、検視官と共に数人の警官が、リリントンプレイスに到着したんだ。ロンドン警視庁の、パーシー・ロー主任警部と、ビョーリーもその中にいたよ。現場検証もしなくちゃいけないしな。ブラウンの指さすドアを開けると、薄暗い部屋の中に、女性の死体が横たわっていたんだ。遺体は前かがみになり、背中を彼らに向けていたんだ。彼女の背後には、毛布に包まれた同じように、大きなものがあったんだ。他の二人か。恐る恐る布をめくると、同じように遺体が隠されていたよ。現場は写真を撮られ、すぐに部屋から出されると、検視官が遺体をその場で調べたんだ。遺体は縄で締め殺されたことがすぐにわかり、手首はリーフノットと呼ばれる、特殊な結び方をしたハンカチで縛られていたよ。腕も縛られていたんだな。これは死後に縛られたものなのか？縛られたのがどっちなのかは謎だよ。そんな粗末な状況であったにもかかわらず、居住スペースとして隔絶された場所であったため、冬の寒さを維持し、冷蔵庫のような環境になっていたんだ。ってことは、遺体の状況はそこまでひどいものになっていなかったんだな。そのため奇跡的に、遺体の保存状態はかなり良かったんだ。捜査官たちがあまりのことに慌ただしくリリントンプレイスを行ったり来たりしている時に、一人の捜査官が違和感を覚えるんだ。それは特に、床がきしむ音が強まる箇所があったんだ。あ、エセルか。調べると、リビングの床板が緩んでいるのに気づくんだ。それを引き上げると、掘り返したような痕跡があったんだ。ちゃんと見つけられることになりそうだな、よかった。掘り始めるとすぐに、別の女性の遺体が見つかったんだ。時間も遅かったため、交代で現場を警備し、翌日、この場所をくまなく調べることに決めるんだ。また、同時に国を挙げての、ジョンの捜索が始まったんだ。レインコートを着た、完全な人相書きとともに、毎日のように新聞の一面に掲載されているよ。
もう逃げ場はないな。それにジュンが気づくと、別の男からオーバーコートを買い、彼はその男に、自分のレインコートを渡しているよ。交換庫しているのか、だとしてもだよな。彼は後に、自分はぼんやりとした状態で、彷徨っていたと主張したものの、ちょっとした変装を、工夫する認識があったという、事実をもって否定されているよ。隙あらば心神喪失を狙いに行くのか。彼の初期の供述は、自分の家に遺体があったという見出しを見たが、自分とは関係ないと言ったそうなんだ。知らぬ存ぜぬは通用しないぞ。遺体はすぐに運ばれて、霊安室で4人の検視が行われたんだ。この段階で分かっている情報を、記述していくよ。一人目、年齢は20歳前後で、4週間ほど経っていた。死因は、絞殺と一酸化炭素中毒、一酸化炭素中毒にかかった状態で、表面が滑らかなタイプの紐で、首を絞められたと推測された。事件直後、あるいは死亡時、性的暴行を受けていた。彼女の背中には引っかき傷があり、死後、床を引きずられた跡があった。ここの警察機関に関して不信感しかないが、こうしてちゃんと調べられるんだな。二人目、25歳前後、明るい茶色の髪。手足の手入れが行き届いていないが健康体。ガス中毒の兆候であるピンク色をしており、絞殺により窒息死していた。また、死亡時刻近くに性交渉があり、その日は大量に飲酒していた。彼女は、綿のカーディガンとベストを着ており、足の間には別の、白いベストがおむつのように巻かれていた。彼女は、8から12週間前に死亡していた。なんでエヴァンスの時は、あんなにずさんだったんだ？3人目、金髪の25歳前後、手入れが行き届いていない。股の間に布を挟んでいた。色はピンクがかっており、ガスで窒息死させられていた。彼女は妊娠6ヶ月でもあった。4人目の遺体は、もっと年配の50代の女性で、服よかで、歯が何本か欠けていた。フランネルの毛布に包まれ、枕カバーで頭を覆われていた。これはエセルか。毛布の下には、シルクのナイトガウンと、花柄のドレスが巻かれていた。彼女はストッキングを履いていた。死後、12から15週間経っていた。他の遺体とは異なり、石炭ガス中毒や、性交渉の形跡はなかった。この時代の解剖でも、本当に何でもわかるんだな。最も早く身元が判明したのは、床下で見つかった年配の遺体で、それはジュンの妻である、エセルだったんだ。確かに、一番早く特定できるだろうな。犯人筆頭の家族の行方は調べられるだろうしな。その後、26歳のヘクトリーナ・マクレナンの身元が、ベイカーにより判明し、残りの二人も順次判明したんだ。ちゃんと特定されてよかったぜ。警察はついに屋外の捜索に着手したんだ。今度は庭の骨を見つけられるのか？庭を調べると、木製の柵を支えに、人間の大腿骨が使われていることがわかり、遺体は浅く埋められていたため、捜索すぐに見つかっているよ。花壇からは、さらに多くの骨が見つかり、ゴミ箱からは黒ずんだ頭蓋骨と歯、大量の髪の毛、服の一部、その近くには1943年、7月19日付の新聞の断片が見つかっているよ。もはや埋められてすらいなかったのかよ。前述した通り、犬に掘り起こされた頭蓋骨は、廃墟に捨てられたため頭蓋骨は、5つしか発見されなかったんだ。結果的に女性の骨が2組あることが判明し、これでリリントンプレイスには、合計6人の遺体があったことになるね。骸骨は、身元確認のために復元され、歯間や骨から被害者の1人は、ドイツかオーストリアの出身であること、2人とも女性であることが、すぐに判明したんだ。これがもっと早く見つかっていたならな。彼女は21歳前後の若い女性で、身長は約170センチ。もう1人は32歳から35歳で、身長は170センチほど。2人とも、少なくとも3年、長ければ10年はこの庭に、埋められていたと分析されているよ。骨だけでも完全に特定されるんだ。本当にすごいよな。なんでエヴァンスの時はと、何度も思ってしまうな。これらの情報から、行方不明者のデータベースで照合されると、ルース・マルガレーテ・フエルストは、1939年に、オーストリアからイギリスに到着し、1943年、8月24日から行方不明になっていたことが判明したんだ。彼女は当時、21歳、身長約180センチだったよ。失踪時、彼女はノッティングヒルに滞在していたこともわかり、彼女であると結論付けられたよ。もう1人の被害者は、ジュンと一緒に働いていた、当時32歳のミュリエル・アメリア・イーディである可能性が、高いとされたんだ。彼女は、170センチの黒髪で、ジュンの庭にあった髪の毛は、イーディのドレスの髪の毛と一致したんだ。これで全員の身元が特定されたな。最後に目撃された時、彼女は黒いウールのドレスを着ていたよ。さて、肝心なジュンの行方だね。そうそう、それが心配で夜しか眠れないぜ。ジョンはリリントンプレイスを出た後、キングスクロスのロートンハウスに行き、本名で7泊分の部屋を予約していたんだ。3月25日にはジョンの、全国的な捜査が始まったんだ。ってことは逮捕秒読みか？警察は、25日に宿泊しているホテルから通報を受け、張り込んでいたんだけど姿を見せることがなかったんだ。あれれ？結果的に7日のうちの4日間しか宿泊していないんだ。彼は、自らの報道に気づくと、逮捕を恐れホテルに帰ったりはしていないんだ。危機管理能力はあったってことか。3月28日、彼は質屋で自らの腕時計を、質に入れていることが分かっているよ。また、ジョンは自分が、指名手配されていることが分かると、ニューズ・オブ・ザ・ワールド紙に電話をかけ、
多額の報酬を受け取る代わりに、記者に独占取材をしないか?と提案しているんだ。ええ、今さら、金なんて稼いで何になるんだか。このニュースオブザワールドは、ヘイグの弁護士費用を、独占取材の代わりに立て替えていた新聞社だよ。あの新聞社かよ。待ち合わせ場所で、記者がジュンを待っていたんだけど、結局ジュンが現れることはなかったんだ。ジュンは直前で、警察に捕まることを危惧したからなんだ。現れないんかい。ジュンは指名手配されているため、公共機関などを利用することができず、ロンドン中をさまよい続けて夜になると、公園で寝るという生活をしていたよ。ホームレスさながらだな。そんな生活も長くは続かず、3月31日の朝、パットニー橋の堤防付近で、警官に職務質問されたことで、その短い逃亡生活にピリオドを打つんだ。無事逮捕と。警察に名前と住所を聞かれた彼は、ジョン・ワディントン、35ウェストボーングローブ、と答えると、帽子を取るように求められ、それに応じたことで警察官がジョンの顔に気づき、ジョン・クリスケさんですね、と尋ねたんだ。ジョンはそうだと答え、その場で逮捕されたんだ。その後は何もなくて本当によかった。それだけが救いだな。警察が、ジョンの所持品を調べたところ、所持品の中からティモシー・エヴァンスの交流に関する、古い新聞の切り抜きと、謎の縮れた毛が入った、タバコケースが発見されたんだ。謎の縮れ毛?ジョンは特に、抵抗することなく逮捕されたんだ。ジョン夫妻を知る人物は、こう取材に答えているよ。ジョンの髪は、赤みがかったジンジャー色で、目は淡いブルーだった。額が大きかった。ジョンの妻はふくよかで骨太、感傷的で消極的だった。妻はジョンを恐れており、彼の言うことは何でも聞いていた。夫妻は、自分たちのことを近所の人たちよりも、偉いと思っていたが、犬や猫を可愛がる普通の夫婦だった。あまり評判は良くなさそうだな。ジョンは警察の取り調べにおいて、部屋の中で発見された、4人の命を奪ったことは認めたんだ。当初ジョンは、被害者たちがやってきて、性行為をせがんだと説明したんだ。自分が被害者だったって主張か。それから喧嘩になり、誤って殺してしまったか、あるいは転んで頭を打って死んでしまったと、説明したんだ。ただ、ジョンが逃げ回っている間に行われた、司法解剖による法医学的証拠が語る真実とは、全く異なっていたんだ。すべてある程度わかっているからな。法医学的見解では、ガスにより処刑されている可能性が、非常に高いとジョンに伝えると彼は話を変え、真実と思われることを話し始めたんだ。本当に、ジョンのずる賢さがよくわかるな。裏庭に埋められた人骨について知らされると、それらの死についても責任を認めたんだ。バレてなかったら、絶対に言うつもりはなかっただろうな。後出しで本当に気分悪いぜ。彼には、特殊な収集癖があったようで、彼が持っていたタバコケースから発見された、縮れ毛は陰毛であることがわかるんだ。陰毛?この陰毛は、それぞれ4人の陰毛であることが、後の調査でわかっているよ。彼のコレクションである、この4人の陰毛は、ジョンが言うには、妻エセルと台所で発見された、3人の遺体のものだと主張したものの、これらの遺体の毛髪と一致したのは、妻エセルだけだったんだ。ってことはどういうことだ?仮にこれらの陰毛が、腐敗して骨だけになっていたフエルストと、ED の遺体から採取されたものであったとしても、少なくとも、3年以上も前の被害者の陰毛を、ケースなどで保管せずにタバコのケースで、なくさずに持っているというのは考えにくく、他の被害者がいるのではないかと、考えられているんだ。他の被害者がいる可能性を示唆しているのか。1978年に、ジョンの被害者の法医学的検査に携わった、病理学者の一人である、キース・シンプソン教授は、陰毛のコレクションについてこう分析しているんだ。ジョンが陰毛を採取したにもかかわらず、性交渉に及んでいないと言ったのは奇妙に思える。これらの陰毛は、性交渉を持たなかった女性のものだった可能性は非常に低い。実際は、骨とか死体体から採取したものであり、過去4回の事件で、彼が奪った唯一の戦利品であると言えよう。なるほどな。ジョンの女性の被害者のハンティングトロフィーとして、所持していたということであればまだ、納得はできるが、それにしたって陰毛はないだろう。キース・シンプソン教授は、ヘイグを逮捕に導くために証拠を探した人だよ。本当に、同時期の事件なんだって実感するな。評論家のマイケル・エドーズは、ジョンの過去の警察官という立場から、発見されているよりも、多くの殺人を犯すことができる、完璧な立場にいたと、さらなる被害者の可能性を示唆しているんだ。そういえばその頃であれば、確かに自分の立場を使って犯罪に手を染められるのか。ただ、さらなる被害者の有無は意見が割れているんだ。歴史家のジョナサン・オーツは、ジョンが居住地での標準的な殺害方法から、逸脱することはなかっただろうと主張し、さらなる犠牲者がいた可能性は、低いとの考えを主張しているんだ。ああ、確かに犯行には、一連の流れが似通っているしな。警察は、こうして新たな被害者の可能性が出たとしても、ロンドンで行方不明になった女性の記録を調べるなどして、さらなる被害者を探すことはしなかったんだ。こういうところは相変わらずか。ジョンはまた、他の受刑者に自分の悪行を自慢していたことも、後に明らかになっているんだ。彼は、6人の女性を殺害した、悪名高い硫酸風呂の殺人者である、ジョン・ジョージ・ヘイグと自分を比較していたそうなんだ。そしてジョンは、鼻高々に自分の目標は、12人だったと主張しているよ。やはり気分が悪いな。
ジョンの限りなく、ずる賢く立ち回ろうとするところや、自分の犯行がバレていると知り、初めて自供する小物感といい、本当に気分が悪いな。そんな小物が同類に、自分を大きく見せようとしているところなんて、もう見ていられないな。だったらまだ、自分の断りを完全に信頼し、最後まで警察に大きな態度を見せていた、ジョン・ジョージ・ヘイグとは比べるまでもないな。1953年4月27日、彼はティモシー・エヴァンスが1949年に起訴された、ベリル・エヴァンス事件の自供をしたんだ。ジョンはベリルの殺人を、自費による殺人だったと言うんだ。命を奪うことに自費があるとでも？じゃあなんで、エヴァンスは処刑されたんだ？彼によると彼女はガス自殺を図り、ジョンが助けたそうなんだ。そしてベリルが、自殺を手伝ってくれるよう懇願してきたんだ。翌日、ジョンは彼女の要望を受け入れ、彼女にガスを吸わせて、首を絞めたと語ったんだ。死人に口なしだもんな、なんとでも言えるぜ。もちろんこれは、嘘であると断定されているんだ。そして、尋問をさらに受けると、エヴァンス事件のことの顛末を話し始めるんだ。お？ついに本当のことを話すのか。ジョンはベリルから、堕胎の打診を受けたそうなんだ。エヴァンスからも頼まれて、堕胎手術をしたものの失敗し、亡くなってしまったんだ。これは嘘くさいな。ジョンは、エヴァンスが家に帰ると、うまくいかなかったと告げたんだ。ジョンが寝室を指さすと、エヴァンスはベッドに覆いかぶさった妻を見つけ、すでに亡くなっていたんだ。彼女は口や鼻、女性器から出血していたそうだよ。ジョンはエヴァンスに、ベリルは敗血症で死んだと言い訳をするんだ。さらに続けてジョンはエヴァンスに、警察に行けば二人とも、過失致死罪で問題になる。君も事前に知っていながら止めなかったのだから、ある種の共犯者である。君は妻との喧嘩もあり、疑われるだろう。この遺体は私が処理するから、君は誰にも話してはいけないと、エヴァンスはこの件を誰にも話さないように、念を押されているんだ。だからこそエヴァンスは、最初に彼を守ろうとしたんだね。エヴァンスが遺体をどうするのか聞くと、ジョンは排水口に捨てると告げたんだ。ジョンは、自分がエヴァンスをコントロールしていると信じ、株を売って街を出る準備をするようエヴァンスを説得し、エヴァンスはそれに応じたため、ウェールズに戻ったんだ。正直、辻褄が合っているようには思えるな。娘のジェラルディンはどうしたんだ？その際に、エヴァンスは娘を連れて行こうとしたものの、ジョンは自分が赤ん坊の面倒を見ると説得し、単身でウェールズに向かわせているんだ。ここで娘を連れて行かなかったのが良くなかったな。IQ の低い人は、信頼する人の言いなりになる傾向があるそうなんだ。ってことはエヴァンスも、その例に漏れなかったってことか。ただ、ベリルの事件に関しては認めたものの、それでも、娘のジェラルディン殺害については否定していたんだ。ここに来てまた否定するの？ジョンが、すべての事件に関して自白したにもかかわらず、ジェラルディンを手にかけたことだけは否定したのは、ジョンが心神喪失を理由に、無罪を狙っていたからではないかと、推察されているんだ。この状況でも、心神喪失の線を捨てていなかったのか。子供に手を出しているってことは、万国共通で心象が悪すぎるからね。確かに子供に手を出すのは、下手な事件よりも心象は悪いな。ジョンは、妻エセル殺害の罪でのみ、裁かれることとなったんだ。エヴァンスの時もそうだったが、なんで他の罪では裁かないんだ？その当時の法律などを調べてみたんだけど、複雑で難しすぎてよくわからなかったのよね。だから申し訳ないけどそこの解説はできないわ。ごめんなさい。まあ、そういうもんだったってことだな。裁判は、1953年6月22日に取り行われることになり、そこは3年前に、エヴァンスが裁判にかけられたのと同じ、オールドベイリー裁判所だったよ。裁判長はフィネモア判事、検事はライオネル・ヒールド検事総長だったよ。デレク・カーティス・ベネットが、ジョンの弁護を担当し、彼は心神喪失を理由に、ジョンの無罪を主張したんだ。やはりそうきたか。弁護側は彼を、3月ウサギのように狂っていると表現し、明確に狂っていると指摘し、事件の記憶が曖昧であると主張したんだ。これには弁護側の精神科医、ジャック・アボット・ホブソンも同意しているよ。3月ウサギ？不思議の国のアリスのキャラクターだよ。3月のウサギのように気が狂っているという、英語の言い回しから生み出されたそうだよ。繁殖期である、3月にオスのノウサギが見せる、落ち着かない振る舞いを示しているそうで、それになぞらえているんだね。今度私もそれ使おう。ねえねえ、霊夢。何かしら？こいつ、3月ウサギのように狂っているぜ。だっさ。ボブソン医師は、ジョンは重度のヒステリー患者であり、殺人の度に自分が、何をしているのか分かっていたかもしれないが、それが間違っていることには気づいていなかった。彼は、自分の行為の犯罪性と、不道徳性を十分に理解できない、理性の欠陥に苦しんでいた。と説明しているんだ。毎回思うが、苦しんでいるから犯罪に手を染めてもいい理由にはならないんだ。みんな誰でも、人それぞれ悩みを抱えながら、苦しみながら生きているんだ。それこそ犯罪に手を染めずにな。証言台に立ったジョンは、耳を引っ張り、手を握ったり離したり、頭をすり、頬をなで、襟を引っ張り落ち着きがなく、極度の緊張状態にあるように見えたそうだよ。弁護人の質問に対する、ジョンの返答のほとんどは聞き取れず、聞き取るのも一苦労だったんだ。エヴァンスを糾弾している時とは、打って変わったな。ちなみに、警察への長い自白の中で、なぜベリル・エヴァンスについて触れなかったのかと尋ねられると、そのことは忘れてしまったと答えているんだ。
わずか4年前に、エヴァンスの裁判で証拠を提出させられたにもかかわらず、そのことは彼の頭から、綺麗さっぱり消えていたってことだね。都合の良い頭だな。私だったら罪悪感で、一日たりとも忘れられないと思うぜ。この主張を聞くと、検察側はジョンを精神鑑定した、ブリクストン刑務所の医師、マシソン博士を証人として召喚するんだ。また、さらにデズモンド・カラン医師という、著名な専門家を判証に立たせたんだ。マシソンは、ジョンがヒステリックな性格であることに同意した上で、それは神経症であって、理性の欠陥ではない。ジョンは精神異常ではなかった、と主張し、カランは、ジョンはヒステリーの特徴を持つ、不適切な人格はあるが、理性の欠陥はない、と診断したんだ。なるほど。言われてみると納得だな。これを受けジョンは、言い逃れができないと判断したのか、22分後に殺害を認めているよ。認めちゃうの？検察官の最終弁論では、ジョンの殺人が心神喪失とみなされるには、脅迫的である必要がある。つまり、警察官がいるところでも、犯行に及んでいるだろう。ジョンは、自分が警察の前でそのようなことをする、可能性は低いと認めていた。実際、妻の死後の彼の行動は、自分のしたことが悪いことであり、それを人々から隠さなければならない事実を、知っていたことをはっきりと示している。彼の論理は、正気であり、自分の行いが間違っていることを理解していることを示していた。と説明すると、弁護側は、瀕死の女性や死んだ女性と性交した男、陰毛のコレクションを保管していた男、それらの死体が近くにある中で生活し、食べ、寝ていた男、どうして正気でいられるでしょうか？とヤジを飛ばしているんだ。まあ、本当にヤジだな。裁判官は陪審員に対し、ジョンが妻を殺した時に、正気であったかどうかを判断する際には、すべての証拠と証言を考慮するよう指示したんだ。そして彼が性的盗作者であったからといって、心神喪失になるわけではなく、怪物のような行動を取ったからといって、心神喪失になるわけでもないと伝えているよ。やっぱそうあるべきだよな。エヴァンスの時は、あまりにも作為的すぎたよな。裁判の期間は、わずか4日間で終了したんだ。裁判長は85分間の審議の後、有罪を宣告したんだ。そして絞首刑を宣告したんだ。エヴァンスも絞首刑だし、当然だよな。絞首刑は、1953年7月15日に執行されることが決まったんだ。1953年6月29日、ジョンは有罪判決に対する控訴をしないと明言しているんだ。最後だけは潔いな。7月2日には、エヴァンズの母親はジョンに、すべてを告白してほしいと手紙を書いて送っているけど、この手紙に返答はなかったよ。母親の心境を考えると、なかなかきついものがあるな。母として息子の主張を信じただろうし、それなのに未だに罪人として、扱われているなんてあんまりだよな。1953年7月8日、国会議員ジョージ・ロジャースは、殺人について45分間、ジョンに取材しているんだ。4日後、内務大臣デイビッド・マクスウェル・ファイフは、肉体的、心理的根拠がないため執行猶予は認めないと、ジョンの処刑の延期は認めない旨を発表しているんだ。後にジョンは、自分がベリルを殺したとは思わないが、心神喪失の抗弁のためには、できるだけ多くの殺人を認めた方が良いと、弁護士からアドバイスを受けたから自白した、と語っているんだ。だからそういうこと言うなよマジで。控訴も破棄したのに、そういう負け惜しみみたいなことすると、ただただ、後味が悪くなるんだよな。死刑囚官房にいた、ジョンの最後の面会者は軍人時代の友人である、元軍人のデニス。死刑執行前夜に面会した、刑務所総長と、ジョンの妹フィリス・クラークがいたんだ。面会に来てくれる人がいるんだもんな、こんな結果になってしまうなんて悲しいな。ジョージ・ロジャースも、死刑執行前夜にジョンと、2回目の面会を望んではいたものの、ジョンは面会を拒否しているんだ。デニスとクラークによると、ジョンは自分の性に対して、諦めているように見えたと話しているよ。まあ処刑前夜だしな。ジョンは、1953年7月15日午前9時に、ベントンビル刑務所で絞首刑に処されたんだ。彼の死刑執行人は、エヴァンスを絞首刑にした、アルバート・ピアポイントだったよ。死刑執行のため首に縄が巻かれると、ジョンは鼻がかゆいと訴えたんだ。それに対してピアポイントは、長くは悩まないだろうと、断言し絞首刑に処しているんだ。問答無用って感じだな。彼は54歳で、その生涯に幕を閉じたよ。処刑後、ジョンの遺体は、イギリスにおける死刑囚の標準的な慣習に従って、刑務所内の無名の墓に埋葬されたよ。一方、ティモシー・エヴァンスが犯したと考えられていた、2件の事件がジョンによるものだとわかると、世論が大きく揺れるんだ。それはすごいことになりそうだよな。紛らわしくはあったが、冤罪で処刑してしまったんだからな。それに警察がちゃんと捜査していたならば、もしかしたらジョンが犯人であったことが、わかっていた可能性もあるんだしな。エヴァンズの裁判で大きな力を持った証拠は犯人であるジョンの証言でこれに基づいて有罪判決を受けていてエヴァンズもある種の被害者と言えるね。そうだよな。ジョンが殺害していなければ処刑されることはなかったわけだしな。ジョンはベリル殺害を自供したもののジェラルディン殺害については自供しなかったんだけれどももちろんジェラルディンについても彼が手にかけたと信じられているよ。これだけは結局認めなかったのか。これはエヴァンズの裁判の公正さに疑問を投じる結果となったんだ。実際素人目から見ても、とても公平とは言えなかったよな。
この波紋に当時の内務大臣、デイビッド・マクスウェル・ファイフは、記録官ジョン・スコット・ヘンダーソンに調査を依頼し、エヴァンズが無実であったかどうか、司法の誤審が起こったかどうかを判断することにしたんだ。ちゃんと世論を受けて、こうやって行動してくれるのはありがたいな。ヘンダーソンは、処刑前のジョンと、警察の捜査に関わった、20人の証人に事情聴取を行ったんだ。その結果、エヴァンスが実際には、両方の殺人で有罪であり、ベリル殺害に関するジョンの自白は信頼できず、ジョンは、自らが精神異常であったという、自身の弁明に説得力を出すためになされた自白であると、結論付けたんだ。え？つまり、エヴァンスは正しく裁かれ処刑された、という調査結果だったということだね。そんなわけあるかよ。ただし、このヘンダーソンの調査は、1週間という短い間でしか行われておらず。1週間、驚きで声が出ないぜ。さらには、ジョンの新たな告白や、エヴァンスの裁判の結果を覆すほどの、事実などを考慮されていないことは明らかで、相当な批判を受けることとなったんだ。そりゃ、こんな調査結果納得できるか。今のマリサみたいに、声を上げる人が非常に多かったんだね。ジャーナリストのケネディは、ヘンダーソンの捜査がいかにお粗末なものであったかを示すために、多大な労力を費やしているんだ。ケネディはまた、警察の取り調べは、警察が公表したよりもずっと長く続いた可能性があり、これは、エヴァンスの精神を極限まで追い込むことにより、虚偽の自白を強要された可能性を、示しているんだ。これに関しては、警察機関の腐敗と言わざるを得ないだろ。また、ジョンは尋問を受けたが、ジェラルディンの死の真相を話すことを避けるように、指導された可能性についても言及しているんだ。ああ、そういうことか。ジェラルディンの殺害に関しては、エヴァンスが裁判で有罪を言い渡されているから。それを認めてしまっては、警察や司法の過ちを認めることに直結するわけで、自分たちの立場が、危うくなる可能性があるからか。エヴァンスが、無実であるという可能性に対して、偏見を持っていた司法の誤りの隠蔽のためなどね。ただ、どれだけ批判されてもこの調査結果は、覆ることはなかったんだ。もちろんケネディだけではなく、報道機関や、一般大衆からも同様に懐疑的な目で見られ、ジョンの自白が信頼できないのなら、なぜエヴァンスの自白が受け入れられるのだろうかと、疑問を呈される始末だよ。マジでその通りだな。国会議員までもが批判しているほどだよ。ヘンダーソンは、自分が猛烈に批判されると、補足報告書を発表しているよ。その中でもヘンダーソンが、エヴァンスの無実を裏付ける事実を、依然として重視していないことが指摘され、さらなる批判が行われているんだ。絶対に認めない方針なんだな。なお、繰り返すようだけど、それでも再調査は拒否されているんだ。これじゃあ批判されるのは当然だな。この事件では、エヴァンスの逮捕と、自白に関与した警察官たち、エヴァンスを裁いてしまった司法など、各所から都合の悪いことを隠そうと、躍起になっていたことがよくわかるね。つまり、ヘンダーソンは、事件の真実を暴くための独立した捜査官ではなく、都合の悪い真実をひた隠しにするための、公式見解の代弁者だったということだね。とりあえず世論を黙らせるために、形だけやっておくかってことだな。エヴァンスとジョンが共に有罪であった場合、二人の考察班が同時期に、同じ物件に住んでいたという偶然が重なることなんて、信じられるわけないよね。実際そんなことがあったら怖すぎるよな。どんな確率だよ。だからエヴァンスの裁判において、司法の誤謬が起こったのではないか、という疑念が消えるわけはなかったんだ。この事件のほとぼりは冷めることなく、新聞での批判に始まり、書籍の出版などがなされているよ。もしもこれを風化させてしまったら、今後もこうやって、無実の人が裁かれる可能性が生まれてしまうってことだもんな。1965年から1966年に、この不信感から、高等法院判事ダニエル・ブラビン卿を議長とする、第二次調査が開始されることになるんだ。ブラビンは、両事件の証拠の多くを再検討し、エヴァンスの無罪を主張する、いくつかの論評を評価し再調査したんだ。今度はしっかりやってくれよ。ブラビンの結論は、エヴァンスが妻を殺した可能性は、ないわけではないが少なくとも、ジェラルディンは殺していないというものだったんだ。この言い方よ。完全に白とは言い切らないんだな。事件は生物みたいなもので、時間が経てば経つほど、立証が困難になるからな。この捜査も当然公平なものではなく、ブラビンは可能な限り警察の証拠を優先し、警察の違法行為の無罪を証明することに、細心の注意を払っているんだ。エヴァンスが行った自白の正当性についての、ケネディの主張には触れることもせず、リリントンプレイスの庭の捜索における、警察の無能さについても考慮することはなく、適正な捜査が行われたとしているんだ。ここまで来ると呆れてしまうぜ。ジョンが妻だけでなく、ジェラルディンを殺害した動機として考えられるのは、ジェラルディンを残して、ベリルが失踪することで、おのずと注目を集めるとジョンが考えたためであると、分析されているよ。そう考えると納得できるな。子供を残して消えた母親なんて、注目されるに決まっているしな。それなら二人消えた方が、母親が子供を連れてどこかに行ったとも考えられるしな。注目が集まってしまったら、自分の殺人が発覚する危険性が高まることは、確実だからね。ブラビンはまた、この事件には不確実性が伴うが、彼が再び裁判を受けたとしたら、陪審員が、エヴァンズの有罪に納得することはなかっただろうと、指摘しているんだ。そう思うなら完全に白にしてくれよ。遺族だってかわいそうだろ。
これらの結論から、内務大臣ロイ・ジェンキンスは、娘殺害の罪で裁判にかけられ、処刑されたエヴァンスに対する死後恩赦を、施行する考えを明らかにしたんだ。ロイは、1966年10月18日にエヴァンスの恩赦の不要を発表し、その後、エヴァンスの遺骨は掘り起こされ、家族の元に返されると、家族の手配で個人の墓に埋葬されたんだ。ってことは、疑惑は残るが一応は白として認識されたってことか？ただ、これはエヴァンスの完全な無罪を宣言したものではなく、裁判にかけられた罪、つまりジェラルディンの罪にのみ、無罪を宣言したものであったんだ。だから妻の殺害に関しては、エヴァンスは有罪のままだったんだ。これもひどい話だな。ジョンが自白しているというのに。でも家族の元に帰れてよかったな。2003年、1月に内務省はエヴァンスの異母子、メアリー・ウェストレイクと、妹アイリーン・アシュビーには、裁判における、司法の誤謬に対する保障として、恩給を与えているよ。最近でも動きがあったのか。内務省の、独立評価官であるブレナン卿は、ティモシー・エヴァンスの有罪判決と、死刑執行は不当であり、司法の誤謬であると認め、ティモシー・エヴァンスが、妻の殺害に関与したとする証拠はない。彼女はおそらく、ジョンによって殺害されたと、声明を出しているよ。ってことは50年の時を経て、ついに完全な無罪として認識されたんだな。ブレナン卿は、エヴァンスがおそらく妻を殺害した可能性があると、いう報告書の結論は、ジョンの自白と有罪判決によって、否定されるべきであると考えたんだね。このブレナン卿の、エヴァンス事件に関する声明は、初めてエヴァンス事件に際して、司法の誤りであったと全面的に認めたもので、エヴァンスが、完全に妻子ともに彼が手を下したものではない、ということを明言したものでもあったんだ。この、ジョン・クリスケの一連の出来事は、後世に大きな影響を与えた、イギリス史上大きな意味を持つ事件で、死刑廃止のきっかけとなるものだったんだ。長すぎだよ。本当に長すぎる。でも罪人の可能性を残されたまま、英語に名前が残るよりはよっぽどいいな。てかこの事件がイギリスの、死刑廃止のきっかけとなったのか？そうだよ。もともとイギリスでは、戦後に死刑廃止を求める声が上がっていたんだ。そんな時に、このエヴァンス事件や、A6 殺人事件などの、決定的な証拠がないまま処刑され、冤罪が疑われる事件をきっかけとして、死刑廃止要求がさらに高まったんだ。イギリス全土で死刑廃止運動が勃発し、死刑執行を5年間停止する、テスト的な施策が議会で可決されることとなり、1969年に、実質的な死刑廃止が決まったんだ。死刑廃止の理由として、犯罪抑止のための威嚇としての、可知が証明されていない。猟奇殺人の多くは精神異常者の行為で責任能力がない。誤審による死刑の危険性、死刑自体が時代にそぐわず不健全、というものが挙げられているんだ。だから、決して民衆の圧力によるものではないとしているよ。こうして今があると考えると、本当に歴史的にも重大な事件だったんだな。その後、リリントンプレイスは、十番地のみ燃やされ、取り壊されているわ。現在でも、リリントンプレイスは改装され残っているわ。すべてじゃなくて一部だけで、しかもそこだけ、現在も空いているんだな。ジョン・クリスケは、マダム・タッソーの恐怖の部屋で、ろう人形が作られ展示されているんだ。本当にそっくりに作るよな。これでジョン・クリスケと、エヴァンス事件の解説は終わりよ。今回は、他とは別の意味ですごかったな。この後いろいろあって、死刑を復活させるべきだとかもあったんだけど、結局現在でも死刑は廃止されたままだよ。まあこの辺の問題に関しては、本当に難しいよな。そうね。この前のウェスト夫妻も、結局ローズはその恩恵で、未だに獄中で生きているわけだし、どっちがいいとも言えないから、私からの明言はしないけどね。それにしても、途中でジョン・ジョージ・ヘイブが、ちょくちょく話題に上がっていたのが印象的だな。本当にドンピシャで、同年代の事件だからね。もしも興味があったら見てみてね、解説しているから。さて、そろそろ時間だな。良いと思ったら高評価やコメント、チャンネル登録してくれると嬉しいぜ。今回も、長い時間お付き合いしてもらって、本当に感謝しているわ。それじゃあ、またね。